はここのここのねチークデッキを、ここの床をそうチークデッキ、偽物のチーク、偽物っていうね本物に見えるチークデッキでここに貼りたいから、ね、今から業者が来て型取り、型取りに来ます、うん、この辺をずっとねやろうと、本当は本物のチークはいいんだろうけどね、メンテナンスとかね磨いたり大変だから、そう大変だしね、もうこの今ついてるチークが純正の本物チークなんだけど、これがもう大変だからさ、ここにフェイクチークを貼りたいと思います。今からね業者が型取りに来るんで、よし、こういう色になっちゃうんだよね、本物はねこういう色になっちゃうんだよ、残念な結果に、そう磨いてもこんな結果に、うん、毎年毎年これやるの大変だから、まあフェイクチークでいいかなって、上はこういうのも綺麗だ。日本だと一番、まあ、チークって言われるのが多いんですけど、ただ海外結構こういうのが薄い色の方が多いんですよ。日本どうしても濃い色を好まれるんで、うん、2,3 年前に新しかったのが もっと濃いの、日本これぐらい濃いのが欲しいって言われてたので、うん、海外は結構最近わかんないですけど、この辺はもっとこういうのもよく出るみたいな。これ綺麗だよね、それ綺麗、なんかこれで普通のこれでいいかなと思ったけど、これ綺麗ですね。色が、ね、木目もかなり、ちょっとこの色によって木目の出方も違ってまして、黒からそういう木目ね、木目っぽく出ないんですよね。これはただのあの目地の色の違いで、黒と、はい、色違いですね。なんか全然こっち、目地が白いんだけど全体的に明るく見えます。一緒です。うん、この色綺麗だけど。この色綺麗だ。これとこれって一緒なの？これで一緒。はい、これとこれ一緒です、ね。一緒なの。まあ一番下と合うのはこれ、まあこれで、これに黒目地だったら、これに黒目地あるの？サンプルはないです。サンプルはい、ちょっと在庫も今日本にはないと思います。日本にはない、今ここに多分出てるのは在庫もっていうのもあるか、ちょっとこの辺今人気なんで在庫持ってないのもありますけど、この辺も今目地も合わせたこの色でしたら在庫、愛媛から来たんですか？愛媛？愛知。愛知、間違えちゃった、はい、何時間かかったんですか？4時間ぐらいですかね。あ、全然近い方です。2時間、はい、結構全国行くんで遠いとすごい、九州とかだと12、3時間かかるんで、すごい、うん、これとこれで悩む、これとこれで悩むんで、黒目地、これの黒目地ね、うん、最初は、うん、ここに、お、危ない、日に当たると、まあこれでも今あるこのだいぶやれちゃった、うん、ものに比べれば全然明るいんだけど、うん、こっちの方が綺麗じゃん、うん、綺麗だね、眩しい、これかな、まあもうちょっと考える、うん、はい、悩んでんのおっさん、うん、まあこれ爽やかだね、これ爽やか、うん、でこのちょっとこう木のこういう感じも、これは普通で、うん、色は決定したと思うけど、まだ悩みに悩んでる。船にもまあこれに合うよね。今はアメリカとかグレーとか違う色が流行ってるらしいけど、やっぱりこの船にはこっちかな。まあ、ここから切るんですね、これから。そうですね、この辺りです。結局、納期の問題で普通のチークになりました。うん、まあでもこっちのやつをちょっと磨いてるんですけど、今、はいはい、つけた時に合わせるの、まあ、そうですよね、はい、そうですよ、
じゃあお願いします。はい、お、ぴったりですね。え、もうこれ腫れちゃってんですか？まだ腫れてないんですよ。置いただけですよね。シリカン全部持って入ります。だいぶイメージが変わる。ギリギリまで。そうですね。うん、大きいところは切ります。うん、いいですね。どう？すごい。もともとは白いチークデッキにしようとしたんだよね。白っぽいの。そう、もうちょっと本当は明るめのにしようとしたけど在庫がないってことと、ちょっと時間がかかるから普通のチークに黒目地にしたんだけど、逆にこれが自然で良かったのかも。他のところと比べてね。まあ、とりあえず今日はこれくっつけて重しを置いて、明日乾いて仕上げだっていうから、できたらまた撮ろう。はい。今日はデッキ、これやっと完成したからね。ここのデッキね。デッキ。わ、すごい。うん。いいねこれ、うん。すごいいいと思う。うん、なんかでもさ、これ、うん、前からもともとこうだったみたいな。そうそうそう。違和感全くないよね。全くない。自然な感じで。うん、すごい。うん、本当は最初にこっちがいいんじゃないって言ってた、うんうん、その明るめのやつ、うん、あれにこの黒目地のやつ、うん、黒目地、これを使おうと思ってたけど、そうそうそう、うん、だけどちょっと在庫がないってことで、うん、本国発注でだいぶ時間がかかるっていうことだから、うん、まあじゃあ一般的なチーク、うんうん、の色にしようと思ったけど、うん、まあこれで良かったかもしれないね、うん、だって全く違和感ないもんね。ない。うん、まあ違和感がなさすぎて最初からこうだったんじゃないの、うん、なんていう。で今回こうやって全部こっちのこの縁まで、ね、そう、このね、ここの裏側まで全部やってもらってこっちも、うん、こっちもね、うん、こうやってもらって、でもちろんこの下ね、うん、やってもらったね、こっちも全部やってもらったんで、うんうん、でこだわりはこの下ね、ここちょっとこれめくるとさ、ここ、うん、本当はつながっちゃうんでしょ。そう、ここを本当はね、ここでね、うん、全部こうつながる感じだったんだけど、ちょっとだけここから斜めになってんだよ、ここはね、うんうん、だからそこを、うん、分けてもらって、うんうん、いかにもそう本物っぽく。そうで、なぜならばこれがもし本物のリアルチークだとしたら、うん、多分ここで切って、うん、ここでもう一回一枚こう貼ってるだろうということで、うんうん、フェイクチークだとね、あの柔らかいからさ、一、うん、枚で貼れるんだろうけど、うん、そうだね、うん、まあ、一応ここで分けてもらったっていう、うん、ここをぐるっとこっちもずっと貼ってあるんだ。あ、ここにフレキシチークのマークがある。ほら、本当だ。もっと欲しいね、マーク。ん、なんでそこだっけ。さりげなく、さりげないけどね、入ってる。ここら辺にあったらいいのにな。ん、名前入れてもらえばよかったね。あ、そういうのもできるみたいだね、うん、名前入れたりとか自分の鮮明を入れたりとか、うん、そういうのもできるみたいだけど、いい、ね、自然すぎてさ、うん、この間さ気づかない人いたよね。いや、みんな気づいてないよねあれ最初からじゃなかったっけみたいな。気づいてない、うん、まあ、気づかないよね。まあまあお金かかったのにね。まあやってよかったね。ここはもうずっとこのまんまっていうことだから、うん、メンテナンスしなくていいから、うん、楽でいいよね、うん、よかった、うん、本当はこれ全面やりたいぐらいだけど、全面、まあそういうわけで、はい、これはやってよかったと思う。よかった。っていうかずっとやりたかったからね、うん、これは、うん、じゃあまた、はい、またね